はい、どうも、セブンナイツおじさんです。アップデート来ました。さて、まあ、先行情報が流れている状態ですけれども、そこの中に入ってなかった情報っていうのも多分あると思うんでね、そこをちょっと見ていきたいなと思います。あとは実際ちょっと触ってみたいですね。アップデートの紹介。準備中ですと。準備中ですと。俺いつも準備中って言われるのがすごい嫌なんだけど。新レイド&降臨ダントン登場。ああ、セット装備専用レイドってことね。リミテッドアリーナ。あ、新衣装来た、とうとう。これ。韓国でも最近実装されたやつですね。誰やねんってこう言ってたよね。いいえ。多分これはそういうことでしょう。ストーリーが展開されちゃう。パターンですよね、きっと。もうキャラ、加わってますね。お、最初からなんか配られてるね。解放石。お試し用かな？セット装備召喚券。魔女の貪欲。今の俺にはまあ合ってるかもしれないね。魔法パだから。で、イリスのプレゼント。装備ガチャ券11連。さすがに2週連続は覚醒来なかったか。宝石ガチャ、アクセガチャ。新要素追加装備ガチャ。これ普通の装備ガチャに組み込まれちゃってんだな。50ルビーか。これちょっとね、後で動画で、どのぐらいの割合でね、高級解放石出るかは検証いたします。SP ボードガチャが、ミコも選べるようになったと。もうこの中だと俺ミコ以外いらないからな。でも高いからね、SP ボードガチャ。必ず出るけど。どういうユーザー向けなんだろうな、SP ボードガチャって。他、ルビーを持ってて、絶対このキャラが欲しいっていう風に思わないと厳しいかな。じゃあ早速能力解放してみましょう。できません。なるほど。高級解放石を1個ゲットするのには、10個、これをやればいいんだ。ああ。特殊段階で解放時、解放石を素材として。どういう意味これ。強化しないとダメってことかな。アスド鉱石で、覚醒アスド鉱石で8割しか上がんないだと？すげえショックなんですけど。これで1段階。まあちょっと鍛えていってみましょう。
足んないな。はい、ちょっと、もうちょっと、もっとかっか、連戦してみたいと思います。あ、防具か。5まで上げれば解放できるのかな。そこまで詳しい話は言ってなかったよね、確かね。あれ？全然足んねえじゃん。なんかあるかな。あ、意外とあるもんだな。まぁ、ちょっともったいないけど、使っちゃおう。あら、できない。なるほど。同盟装備のみ素材として使用できます。もう一個同じのがないとダメなんだ。よし、じゃあというわけで早速行ってみましょう。欲望の虚栄。これでいいかな。全然ダメージ当たんないんだけど。魔法しか当たんねえのかな。ダメージ免疫って書いてあるか。かっこいいな、ドラゴンが。魔法しか当たんないのかもしれないな、これ。浅野さん、繊維でいけるって言うたやん。これドラゴン特攻も効かないだと。こんなのあり？石化した。貫通は通るね。魔法、物理攻撃免疫みたいですね、どうやら。え？これマジで言ってんの？書いてあるわ。アスド鉱石を獲得できますって。あ、月光鉱石も手に入るの。あ、これいいじゃん、結構。アスド鉱石は微妙なところあるけど。よし、もう一回行ってみよう。あれ？通らなかった。回数免疫かな？回数免疫もありそうですね、どうやら。
3回か4回、4回か5回ぐらい。あ、追加した。で、ハイで速攻カーネジーシザーでいけちゃいますね。即死もかかったな。状態異常結構かけてきますね。貫通じゃないとダメだから繊維じゃダメだよね。で魔法でいいんだったらパスカルか。パスカルでちょっとやってみますか。アリエル入れて、ジュフィー入れて、カーリン、ユキ入れとくか。弱点攻撃だ、攻撃だ、量だ、弱点攻撃ダメージが上がるから。パスコー、パスコー。これ通り過ぎてるパターンだね。あれ？いたいた。これでちょっとやってみようか。あ、これ、回数免疫剥がれた。一撃ーパスコー最強光の守護者の勇気、解放1って書いてあるけど、どういうこと？え、どういう意味？あ、1段階目解放されてる。こんなのも出んだ。へぇー。面白。はい。まあこれ、ちょっとね、簡単っちゃ簡単ですね。ちょっと工夫すればクリアできる。で、多分こっちは物理、魔法免疫なんじゃないかな。こっちはなんだろうな。まあちょっと全部やると尺取っちゃうんで、まあこんなところで終わりにしよっかな。ではちょっと宝石だけやってみよっか。これ貫通持ってないけど大丈夫かな。目標のブレス凍結すんのか。違った、完全した。やべえ、闇の扉疲れちった。失敗。遅延かけられた。あ、パスカルが。これちょっと厄介っすね。あと物理攻撃がジュフィしかいないのに感電してるっていうこの事実。ジュフィ死んだ。ダメだ。これはこっちパターンかな。
でも回数免疫はあるだろうから、間違えてリグルス使ってる。固定ダメージ、厄介だな。宝石のとこだけ、やっぱり物理は通るんだ。で、貫通じゃないとまともにダメージ入んないっすね。うわぁ、バフ剥がしまでついてる。ここはセイントがのがいいね。スキル打てる回数もあるし。全員凍っちゃった。ああ、凍った。感電か、今度は。感電の方が復活に時間かかるんだよな。行くぜ。これ結構厄介だな。ダンジョンによってパーティーはやっぱ変えないといけないみたいですね。もうせっかくだからもう一個行っちゃいます。魔女の決意。不可能力なし。で、おそらくだけど、こっちも物理が、だけが通るんじゃないかなと思うんで。あれ？魔法通るな。出血。あらら、よ。この方はお弱いですな。魔女の戦法。うん。あー、宝石が厄介ですね。で、そこさえなんとかできちゃえば、まあ、憤怒の共演も欲望の共演もそんな難しくはないですね。うん。で、最速クリアをきっと翼っちが出してくれると思うんで、期待しましょう。というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。こんなところで終了したいと思います。お疲れ様です。